皆さんこんにちは、音松ゆなです。もうすぐ年越しですね。2023年、皆さんにとってはどのような年だったでしょうか。投稿者は4月にゲーミング PC を買って PC ゲームをやりまくる年にする予定だったそうですが、ゲーム IQ が低すぎて結局動画編集くらいしかやらなかったらしいです。豚に真珠、猫に小判、投稿者にゲーミング PC って感じです。あと、アーケアの新年といえば、毎年恒例のお年玉100メモリーが無料配布されます。このメモリー何に使おうかな。ちなみに葵さんと東北のおすすめはホールスクエアらしいです。貼り付けたような笑顔で進めてきて、ちょっと怖かったのは気のせいかな。ということで、今回はアーケアのコースモードの最難関開脚の極行について解説していきます。そもそもアーケアのコースモードって何ですかって人もいると思いますが、簡単に言うと他の音ゲーでいう段位認定のことです。コースモードに挑戦するには、スタミナを4つ消費するか、専用アイテムの次元の商品を1個消費することでチャレンジできます。ちなみに豆知識ですが、次元の商品を消費する場合のみ、挑戦するコースに未解禁の譜面が含まれていても挑戦することができます。なんかお得そうですね。まあこの次元の商品、工場のワールドマップだと全6個しか手に入らない超貴重アイテムなんですけどね。普通にスタミナ消費で挑戦する方が健全だと思います。コースモードは現時点でフェーズ1から11まで存在し、フェーズ9、10、11は1つ前のフェーズをクリアすることで解禁されます。さて、実際にフェーズを選んで挑戦するを押すと、ハードゲージ状態でプレイがスタートします。そのハードゲージはちょっと特殊で、早期率の残量を引き継ぐ特殊システムになっています。なので、お察しの通り、早期率がギリギリの状態で次の曲に進んでしまうと地獄を見るわけですね。消費率が0にならずに4曲完走するとクリアとなり、カケラや称号などの報酬がもらえます。ちなみにこのコースモード、隠しフェーズであるフェーズ9以降の構成がマジでヤバくて、例えばフェーズ9では初手に強制片手見立てる譜面でプレイヤーの指を破壊した後、体力譜面で追い打ちをかけ、中最難関クラスを2曲ぶつけてプレイヤーの全てを破壊する崩れ落ちる字が、フェーズ10では中プラス屈指のラス殺し譜面の後に11ぶつけとけばいいやろみたいな魂胆が透けて見える二人と対立の反流、とりあえずレギュレーションの範囲でどうプレイヤーを潰すかしか考えてないような構成しかありません。そして今回の本題であるフェーズ11開脚の極行の構成はこんな感じ。順番に説明していきましょう。まず1曲目がインフィニットストライフビヨンド、バージョン 4.0 のメインストーリー最終章ファイナルバーディクトにて追加されたコースモードに存在する最も新しい楽曲です。譜面定数は中プラス最高峰の 10.9 になります。しかしインフィニットストライフ、そんじょそこらの 10.9 とは違い、 BPM198、 演奏時間2分49秒、総納期数1633と 10.9 の中でもこの譜面は異例の難易度を誇ります。実際に譜面を見ていきましょう。難所1、新配置 X アーク。取り方としては、手を交差させてフロアを取った瞬間、手を順手に戻します。実はそれなりの自力さえあれば、特に難なく突破できる配置ではあるのですが、この視点付きアークはビヨンドでしか登場しない配置で、耐性のあるプレイヤーが少なく、間違えてしまった場合、ラノベ主人公レベルの精神力がないと、大抵次の配置も間違えるので、早期率が目も開けられないことになります。そして少し場面を飛ばして、難所2、この曲のサビに突入。この中でも凶悪なのが BPM198 から繰り出される強制片手16部ビタティレン。ここのスカイフロア同時押しもなかなかに凶悪。フロアトリルや同時押しも混ぜられており、筋肉だけでは突破できない配置になっています。そしてこの後に来るのがまさかの X アーク配置。この体力と精神力を削られた状態での X アークは死ぬほど間違えやすいです。そしてラストの最も凶悪の往復交差トリル、これぶっちゃけ無理です。この配置が取れる人は4曲目まで棄権する要素がないと言っていいくらい、この配置は圧倒的な難しさを誇ります。一番いい攻略方法は、適当に指をわちゃわちゃさせてうまいこと繋がんないかなというお祈り運指が良いと思います。これが冗談じゃないくらいこの配置は別格です。この時点で早期率が60以上あれば、多分なんやかんやいけるので頑張ってください。以上、インフィニットストライフビヨンドの譜面でした。続いて2曲目、グリーバスレディ。バージョン 1.5 のビシャスラビリンスパックで追加された、アーケアで最も人気で知名度がある楽曲で、アーケア史上初のレベル11譜面であり、譜面定数は FTR 最高の 11.3。実装から6年以上経った現在では、若干インフレに相手から気味ですが、まだまだ11としての威厳は保たれています。さらにアーケアの使用上、難易度11では早期率が上昇しにくくなり、
中クラス以下の譜面よりトラックロストしやすくなります。そのため強制ハードゲージのコースモードではかなり手強いです。それでは譜面を見ていきましょう。最初の難所、第一発狂地帯。フロアスカイの3連ドリルが凄まじい高密度で降り注ぎます。めちゃくちゃ左右に振られるので2本指で叩くのは至難の技です。最後に上下階段ドリルで発狂地帯は終了です。この第一発狂地帯、世間では後に紹介する第二発狂地帯より簡単って意見が多いのですが、私はこっちの方が苦手ですね。単発や5連ドリルも混ざっている上に、若干認識難気味ていて安定しません。特に最後の上下階段ドリルの通過率が低すぎる。それでは少し進んで難所に、譜面逆走前の認識難回転ドリル地帯。アーケア歴もうすぐ5年になる投稿者は、ここ通ったことが1回しかないらしいです。誰かやり方教えてください。ということで最後の難所、第2発狂地帯。第1発狂地帯より認識しやすくはなっていますが、それと引き換えにさらに左右に振った配置になっています。第1発狂地帯を上下分業で取ってた人は苦手そうなイメージがありますね。あとここら辺のアークは謎にめっちゃ抜ける。未だに抜ける時と抜けない時の差がわからないんだよね。ここからの発狂地帯はシンプルに難しいだけ。見えるか見えないか、要するに自力が物を言います。昔の高難易度はこういう自力重視の譜面が多い傾向にある気がしますね。ちょっとした休憩アークを超えた後は、16部プラス20部のラスボロストリルで終了です。以上、クリーバスレディの譜面でした。確かに元最難関にふさわしい強さですが、インフィニットストライフを突破できるプレイヤーならそこまで苦戦することもないでしょう。3曲目、フラクチャーレイ。バージョン 1.7 のルミナススカイパックで追加された、クリーバスレディの対になる光サイドのアノマリー楽曲。アーケア史上2つ目のレベル11譜面で、追加時の定数は 11.1 でしたが、アップデの度に定数が上がって、現在はクリーバスレディと同じ 11.3。インフレにおいて枯れ気味のクリーバスレディとは真逆に、年々評価が上がっている譜面です。その理由は、アーケア屈指のスコアマン譜面だということ。実装から5年以上経つかなりの古参譜面ですが、未だにアーケア10譜面中最速の瞬間密度を保持しており、なんと BPM200 の32部ドリルが出てきます。さらに、総ノーツ数がレベル11最小の1279ノーツ。なんと同曲のプレゼント譜面を下回る数値となっています。総ノーツ数が少ないと1ロストあたりの失点が大きくなるため、スコアが大変伸びにくくなります。あとこれは言語化しづらいのですが、リズムがとにかくよくわかんないです。アーケアウィキによると、32部に10部、16部、10部、10部配置があるらしい。10部と10部ってなんだ。まあフラクチャーレイがリズム難譜面なのは、アーケアの全譜面で最も理論値陥落が遅かったことで有名ですよね。そんな圧倒的スコア難譜面のフラクチャーレイなんですが、実は開脚の曲高で唯一の癒し枠なんです。その理由は単純で、スコアは出ないけど、クリアは簡単だからですね。フラクチャーレイの強みであるスコア難要素って、ハードゲージクリア基準のコースモードだと全く強みにならないんですよね。後手 11.5 くらいでハードゲージクリアできるレベルだった気がします。なのでこの曲で削れた早期率を回復させて4曲目に備えましょう。以上、フラクチャーレイでした。ラスト4曲目、テンペスティッシモビヨンド。アーケア初のビヨンド譜面であり、クリーバスレディが保持していた最高点数を塗り替えた楽曲で、現在でも難易度11の最高点数、全譜面中2位の譜面点数を持つ超難関楽曲です。譜面傾向は BPM231 という速度を武器にして、ひたすら物量をぶつけてくる圧倒的なゴリ押し譜面で、実力のないプレイヤーが無策に突っ込むと最悪検証炎になります。それでは難しいところをいくつかピックアップしていきましょう。序盤、片手高速付き8部縦連。最初はシンプルな一本線アークだけですが、曲が進むにつれてアークがうねうねしばしたり、高速の部分が同時押しになったりして、だんだん難しくなってきます。そもそもそれなりの自力がないと、BPM231 の8部縦連を片手で叩くのは可能。それをさらに難しくしようとしてくるこの譜面きつすぎるよ。その後はしばらく総合力が求められる譜面が続きます。個人的に気をつけたいのは振り下ろしアークプラススカイの配置。アークに触れるのが遅くなった場合、すぐ後ろのスカイに判定が座れることがあります。2回目はその前にスカイ2連が配置されているので、より難しい。そして人によっては最難関となりうる、ホールドスカイトリル地帯。ここに来てまさかの低速ギミック。後輩式目押し勢はここで確実に半殺しにされます。映像の方でも80あった早期率が一気に半分まで減らされました。そして大サビ。最初に飛んでくるのは16部フロアランダ。途中のビタテレンになってる部分をうまく取れるかがポイントです。そして最後、左右に振られる高速同時押しからの16部20部混合ドリル。
何回も言いますが、この曲 BPM231 あります。つまり秒間 15.4 回と 23.1 回の叩き方を使い分けないといけません。普通の人間にはまず不可能です。そもそも脳地の密度が濃すぎて認識できません。残っている体力を振り絞って少しでも早く叩いて耐え切りましょう。見事耐え切ったらホールド4点押しで終了。皆さんお疲れ様でした。以上、コースモードフェーズ11開脚の曲行でした。個人的に壁になるのは最初のインフィニットストライスとテンペスティッシモだと思います。なので完走を目指すなら通常プレイのハードゲージで練習してから挑戦するのを強く推奨します。投稿者は確かポテンシャル 12.40 くらいの時に完走できました。上手い人なら 12.10 くらいでいけるのかな。でもさすがに赤ポテ以下だと厳しそう。それでは今回の動画はここまでです。2024年はもっと投稿頻度上げていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。